生まれ変わるなら何になりたいですか？生まれ変わるなら、生まれ変わるなら、あんまり考えたことないんですけど、今の人生を全うしたいと思います。コメントが多くて、あれ、どこ行った？質問、Q&A どこ行ってた？あれ？どこだ？ Q&A どっか行っちゃった。質問がどっか行っちゃったよ。質問これか。質問これだ。質問の方のタブに移動できなくなっちゃった。まあいいや、ここで見るか。どこだ。どこだ。どこから読んでないんだ。どこから読んでないんだ。一度行けるとしたら過去、未来。ああ、未来でしょ。未来って、未来って何でもできちゃうよね。宝くじの番号見てくるとか。でも見てきたところでか。100 Days のナレーションが好きなのですが、原稿みたいなものを作られてるんですか？はい。そうです。マイクラのスキンでお気に入りはありますか？まあ、自分のスキンはお気に入りですけど、最近のスキンとか、ちょっとスキン眺めるか。いいでしょう。気に入りのマイクラスキン。あれ、なんか、学園風のやつ好きだな。学生服。ちょっとパッと出てこないけど、画像が。ポケスリ現象難しいです。重視していることってありますか？妥協することです。RDN 配信するってありますか？ない、ないです。もし、1週間お休みをもらえるとしたら、どこで何をしたいですか？ 1 週間ね。なんか長めの旅行とかしてみたいな。俺、して2泊3日とかだから。3泊4日とかの旅行をしてみたいな。別にどこに行こうとかは思ってないです。生まれ変わったらどんな仕事に就きたいですか？正直ね、転職ですからね、今ついてるのが、なんとも言えないですな。一日メンバーと入れ替わるとしたら誰がいいですか？何して過ごしますか？わかんない。いや、その入れ替わるんじゃなくて、ボンさんがどんな生活してるかをボンさん視点で見てみたい。1日1食で足りるんかっていう。本日の切り抜き放送はここまで。ご視聴ありがとうございました。ドズル社放送部へのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。またの放送をお楽しみに。